そうですね、もう23時だからそろそろ終わりなんですよね。やっぱさっきから事務所の力が働きますね、うん、そうなんだなんかやばいこと言おうとする切れる、うん、そうだ、もうこれはね、あれえげつないですよ、されてるの、これ、はい、されてますね、えげつないよマジで、この対話最後しかも L、 ふさわしいよ、そうですよ、それは L ですよ、ホルモンが L でやるのってもうすぐ何年ぶりかっていう、もうダイヤモンドいっちゃったから、そっか、ゼップでもなく、ホルモンはダイヤモンドホールがすごい好きなの、まあいいライブハウスですね、そう、音のバランスもすごくいいし、はあはあはあ、だからダイヤモンドで今でもやり続けてるんだけど、へぇ L から行くのがすごい早かったというか、うん、なんかこう対バンとかでよくやってたんだけど、はい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 、ガンっていっちゃったから、うん、L をもうほんと何年ぶり、5年ぶりとかそれぐらい、うわー、これは見逃せないんじゃないですかね、やっぱ、うん、うん、そうなんです、これはね、いや楽しみですね、大好き、マジですげえ頑張ってる、ジュアル警備の良さをね、他のメンバーに伝える役は彼に任せたので、ありがとうございますこれね、挨拶もいけないし、ね、あ、もう俺、死に、うん、マッツと死に、うん、あ、行ってきた、コーストね、国と、うん、何人いたっけ、いた、もう素敵な人がね、うん、目の前にいましたし、そうだよ、誰だ、行ったら生田斗真くんが、あ、どうぞ、こいつ、なんか、やらしい目で見てる、うん、違う違う、だって昨日だってさ、うん、横のリハーストにさ、諸星カー君いるっつって、なんか、そわそわしてたよ。ジャニーズ誰が見んのかな、ねえ。マジか。なんか俺をさ、ブラインドにして見てるの。俺、ちょっと江戸さんそこ動かないでくださいっつって。俺のこれ肩越しに、こうチラッとこうなんか。電信柱の影的な。俺、人を電信柱にして。でも俺、名古屋誘ったよ、おいでよって。あら、やばい。この間会ったから。やばい、やばい。カー君違うよ。あ、違う。違うよ。カー君の先ほどお帰りになりました。あ、カー君お帰りになりましたか、はい。やばいじゃん。生田のトーマくん4本飲んで。生田のトーマくん。わ、すげえ。レッドブル飲めないし、私。4本飲んでよ、お前。ギンギンでお前。栄養ドリンクは苦手だし。銀賞ね。名古屋だけは OTK も来るっすよ。何なんだよ。OTK は。俺が行かなきゃ誰が行くんだよ。いいよ、ほら。前福岡も来たからね、落ち着いてました。いや楽しみですね、これが、対バン異色バラの、ね、1年続けてやってきたことだから、ね、今年はね、こういうそのスプリットというか、はいはい、まあコンビというか、うん、まあアルバムも含めて、そう、はい、いろんな人たちとこう交流を持とうということで、はい、まあビジュアル系というか、うん、アジュアル系ビューをみんなに知ってもらうために、はいはい、いろんなバンドさんと絡ませてもらって、はいそうですね、で CD もこうやってできるという、うん、なんか一年通してこのコンセプトは素晴らしいなって、うん、で、そのタイミング的にもね、今年しかできないんじゃないかと思ってやったんだよね、もう来年からまたバタバタするし、うん、もう今年しかできないからと思ってこれをやり続けたっていう、うん、ああもうピタストラリーね、今だから言えるんだけど、今でしょって、うん、今でしょ、ね、誰だそうですね、で、その集大成として発表させていただきましたが、うん11月ですよね。10月10日でした10日、ええ、あ、ライブですね、はい、11月10日です。11月10日、はい、ゼップ東京です。東京、はい、こうやっていろんな人たちと戦ってきて、うん、最後にジュアルゲイビーがたどり着いたところがワンマン、うん、ゼップ東京です。あ、今年唯一の、そうね、すごいラインを組んでるよね。そうですよ、なんかね、ちょっと本当友達誘って来てくんないと、1人5人誘ってくんないと10人10人お願いします、うん、まずは家族てくれよ、はい、ジララよ、お願いします、ぜひ来てくれよお前、ね、いや絶対ですよ、すごいですよ、仲間できないですよ。そうだよ、ね、だから今回の告知 VTR も初心に戻って、うん、のろし2の曲を使ったんですよ。あら、なるほど、ちゃんと考えて、ね、結構あるんだよ、そういうね、俺たち考えてんだよね、考えてるよ、さすがエルザー、細かいとこをさ、ガチでめっちゃ考えてるよ、ガチで考えてくれてます。今のろし2の曲なんか全然使わないんだけど、もうここぞという時に使おうと思った時がもうここしかないだろうと思って、でえっちゃんとも相談してこれで行きたいんだけどっつって、うん、いいんじゃないみたいな。そっか、じゃあちゃんと考えてるんですよ。だ台湾の、うん、あの警備員の時の使った曲だって、言うなれば2人が脱退する時に使った曲を、うん、わざと使ってんの。そうなの？誰も知らないけど。誰も知らない。へぇ、自己満です。あ、でもちゃんとそういうストーリー、会場のさ、うん、BGM とか、うん、そうね、あれ俺こう、まあ、リスト並べて、うん、
CD にしてそれをかけるんだけど、うん、例えばこの間亡くなったビースティーボーイズの亡くなった時とかはちゃんと俺はビースティーボーイズをかけたりとか、ね、ちゃんと考えてやってちゃんと、そうだよね、だってそれ全然気がつかなかった俺は気づけよだって本当はループで小柳ゆきを回したい回したいよ、それは回したいだろ、エンドレスゆきだからね、好きなんだから、で、5回に1回ぐらい過去ミリ挟んでミリアじゃねっそうですそうか、うん、考えてんだね、ちゃんと考えてちゃんとね、いろいろ考えてんだよ、なるほど、うん、で、当然でもみんななんかそういう、そうそう細かいところまで、うん、実は見てもらえるとすごく嬉しいな、うん、なるほど、気づく人は気づいてんだよ、マジで、うんうん、そういうね、書き込みがあったりするとね、あ、ね、嬉しいね、と思うね、いろんな楽しみ方があるんですよね、そうなんだよね、だからやっぱね、本当に知らない人はそのなんか、僕らが、まあね、バンド名にまでしてますけども、そのビジュアル KB ってね、うん、キーワード、まあ、ビジュアル系ですよっていうキーワードを掲げてやってますけども、はい、やっぱりなんかその怖いっていうイメージとかもあるらしいんですよ、なんかビジュアル系ってなんかそういったことないんで、まあそうですね、うん、私も最初はそうでしたね、はい、でもね、今この無料配信されてるこの間1位になった恋する日曜日とか聞いていただけたら分かる通り、はい、怖さは全くないですから、はい、もう絶対楽しめますから、そううちのライブはね、はい、あの曲も、あの、うん、いろんなジャンル、いろんなジャンルがチャレンジする、はい、ね、ね、まあいろんなジャンルあるおかげで、まああのスカの苦手なエディは結構大変な楽曲を配信されてるなと思いますけども。もうこれはでも本当リアルに、うん、リアルリアルリアルそのまま配信してますので、でもあれだね、うん、配信できるぐらいまで腕が本当に上がってるっていうのはすごいよね、うん、なんかね、成長してるよね、去年だったら難しかったかもしれない、去年とかだったら下手したらメーカーが NG 出してたかもしれないですよねこれねちょっとひどすぎるっすね、うん、この1年でやっぱ対バンやらしてるのも含めてすごく上がってるよね、いやそれはもう本当皆さんのおかげですよね、嬉しい、うん、やっぱり三つ間くんとかもね、遊び来てくれたり、うん、ね、この間のアクスも来てくれたんだよ、ね、そう、うん、見に来てくれて、うん、そうなんですよ、今日も忙しい中ね、持ってきてくれて、速攻元気をね、はい、レッドブルの普通本人が持ってこないですよ持ってこない、ね、持ってこない普通あんなアーティストに持ってこなくてダメですよね、ギターをだって俺、この間あれ、あそこ、幕張メッセかなんかでやってたよ、ライブ、あ、そうでしょ、その人ギター持たせちゃダメでしょしかもエディのためにだってこの間だって楽しいバンドだ、キューン祭りでチャットモンチーと対バンしてましたからね、はい、ソールドアウトですよね、つまらなくてね、キーワードですね、ジュアルの中でキーワードですね、言えないこといっぱいあるなんで、まあとにかくあの、うん、皆さんたくさん、ね、うん、曲を聴いて遊びに来てくださいと、そうね、はい、台湾ツアーあるし、ということです、ね、仙台でイベントもあるでしょ、あります、あります、はい、東北にも行けますから、それいつだっけ、9月の27日これもね、うん、東北の方とかね、はい、遊びに来てほしいよね、うん、いや本当に久々仙台サディとできるじゃん、あ、そうですね、そうです、ダディ、ダディ、サディなんだそのノリなんだ、仙台市民会館、うんうん、ビストリップ、サディ、ジュアル KB、レイジーストリッパー、ナイトメア、バロック、ね、ビストリップ、ナイトメア地元じゃん、そうです、ナイトメアの地元だ、まあ胸借りるつもりで行くしかねえだろ、うん、しかもね、市民会館、行かねえのかね、ビストリップもこの間一緒に飲みましたから、あ、そうですね、ダンさん飲んだ、ね、そうですね、つって CD までいただきましたよ、つって、あれ多いよね、ミュージシャン友達、なんか、ね、帰る時に急にダンジさんのお電話がかかってきて、だからね、達郎さんがね、呼んでもらったから行ったのに、急遽もう方向ギューンですよ、私、車行ったらね、達郎さん以外ベーシストしかいないんだよじゃあなんで達郎さん以外の話なの分かる、だから斡旋だけして帰るだってあの人、捕まるぞ、そう、だってあの人さ、人にこう酒飲ましてさ、自分はね、潰したりするのは好きだけど、自分は別に酒の味自体は好きじゃないから飲まないんだよ、うん、全然飲まない、だからいつの間にか消えてたからね、うん、
大体なんか飲みの場にいるとさ、うん、テキーラ配ってるイメージあるわ。配ってる。自分飲まないからね。へーいとか言って。そうそう髪の長さだけはテキーラガールみたいなね、なんか長さですけども、ね。そうですよ。そうですね。まあいろいろありますね。まあでもね、仙台は結構濃い感じで。はい。いいよね。うん。なんかこういうのも、こういうとこに呼んでもらえるのもね、嬉しいんだよね。ね、うん、久々じゃないですか、この感じは。ジュアルがあんまり東北の方行けてないんでね、うん、こういうイベントに出て。本当このお話は。冠さんとのね、あの、そうですね、対バン以来じゃないですか。そうね。ね、カムリさんもこの間ランキングライブも遊びに来てくれて、うん、やっぱジュアルはすごいっつって言ってくれて、ね、行こうとかどうか言ってた。それこそね、達郎さんだってあの打ち上げだけロッキンジャパン出てたのに、 そうその日いいそうで来たもんね。ひたちなかからね、車でね飛ばしてまで連絡したらさ来るっていうからさ、どんだけ好きなんだって、ね、このバンド嬉しいじゃん。嬉しい限りですよ。ライブもいっぱいいますし、ね、はい、ワトゥーも来てましたし、ワトゥーはいいんだよ、平均だろあれリリースもありますし、はい、なんでぜひ皆さんね、はい、詳しくはホームページをチェックしてもらえたら、はい、いろんな情報載ってますので、はい、今後ともJRKBをよろしくよろしくお願いします。お願いします。そろそろお時間ですね。そうですね、はい、またスタジオに戻らなければいけないです。そうですね、まだ作業でなんとかてっぺん、そうですね、そうですね、までには終わらせましょう。ましょう今日は、ね、はい、じゃあ最後曲何聴いてもらえますか。何がいいですか。さっきはね、あのその配信の恋するを聴いてもらった。あ、そう、はい、うん、あのダウンロードできるやつをちょっと流してしまいました、うん、そしたらやっぱり、うん、何がいいですかね。とある子いっちゃいますか。あ、いいんじゃない。ね、じゃあ2位、うん、もう2年連続で1位だったのに、はい、今年1位を取れなかった。そうですね、はい、2位とある子、うんうん、いきましょうか。はい、ジュアル KB でとある恋。エディいないよ。出る。出ます。ちょっと流せや。オッケー。綺麗だな。
ジュアル KB でとある恋でした。聞いてくれてありがとう。また来週。